静かな生活は大江健三郎の連作小説である。文芸春秋1990年4月号に掲載された兄弟作をはじめ六編からなり、同年10月に講談社より刊行された。後講談社文芸文庫。新しい人よ目覚めよで描かれたテーマであるいいよとの共生を改めて妹の視点から照射している。 マーちゃんとあだ名で呼ばれている大学の普通文化の女子学生。私は著名な作家である父、母、弟で受験老人生の王ちゃん、そして知的障害者で福祉作業所の公員として働く兄のイーよの5人で暮らしている。イーようには作曲の才能が開花し始めている。私の20歳の誕生日、家族の食卓で、 冗談の中で、私の結婚に話が及ぶ。私は言う。私が、お嫁に行くならね、いいよーと一緒だから、少なくともに DK のアパートを手に入れられる人の、ところね。そこで静かな生活がしたい。両親はショックを受ける。その夜、私は、未来のいいよーが、花嫁海添え人として、私の横に立っており、二人で、ガランドーの場所に寂しく立ち尽くしている夢を見る。 中年の危機のピンチを抱えた父は立ち直りのきっかけを求めてカリフォルニアの大学へ居住作家として母を連れて出向くことになった。それからは私が家を切り盛りして飲用たちの面倒を見ることになる。飲用の作曲の勉強の指導をしてくれる父の友人の重藤さん夫婦が3人の生活をサポートしてくれる。知的障害者が 日本社会の中で生きることの困難、路上などで突然向けられる差別や悪意などに対して、弟思いの、私は、何くそ何くそ、お先真っ暗でも、元気を出して突き進もうじゃないか。と立ち向かってゆく。いいような持つ天性のユーモアも、私の助けとなる。気丈に振る舞う、私だが、センシティブで考え詰めてしまうタイプであり、時にはしょげて、エネルギー切れを起こして、 自動人形化してしてまうこともある私は自分はいいように音楽の才能があるから彼を特権的に見ていて彼と彼にどこまでもついていこうとしている自分を何でもない人ではないと考えていたがそれが傲慢なのではないかとの厳しい自制もする。私は在籍している仏文化の卒業論文のテーマにセリーヌを選ぶ。セリーヌが 自伝的な小説の中で、私たちの小さな白痴たちのプティクレタンと呼ぶ知的障害の子供たちと共に、戦火の中を生き延びるために奮闘して、センチメンタリズム抜きの優しさを示すように共感を覚える。私はいいようを連れて、父の契約する会員制プールに通うことにした。新井くんという青年がいいように親切に水泳指導をしてくれるが、 新井くんは父に昔、小説の登場人物として悪く書かれたことを恨んでいる。私が言葉巧みに彼のマンションに誘われ、襲われかかったところを、まあ、一発、いいようが救助する。この事件をきっかけに母は父をアメリカに残して、帰国して、家族4人の生活が始まる。1995年に、大江の義系である、伊丹十三の監督、脚本で映画化された。 両親の留守中に起こる障害者の兄と妹の日常を描いている。日本アカデミー賞では渡辺厚郎が新人俳優賞を受賞した。この映画は興行的には失敗し、伊丹作品の中ではあまり一般に知られていない作品となった。伊丹は本や光の音楽が売れる要因であっても映画が受ける要因ではなかったと分析している。 ハスミ・シゲヒコとの関係について、ヨモダ・エヌヒコは、アジアの中の日本映画において、90年、第2話、そして、ハスミの優秀な文下生であったはずの伊丹十三は、静かな生活では、映画史的引用など、解目存在しない作風に、回帰した。ハスミ・シゲヒコは、こうした状況の変化に不機嫌さを撒き散らしながら、映画評論から撤退し、後には路頭に迷う。 若干の追随者だけが残ったと書いている。映画では、大江の実施、大江光の作曲した曲を使用している。大高公雄、痛み映画の新たな展開、日本映画200点のシナリオウェーブ出版、2000年4月24日、144ページ。ISBN 978から4から872900736。ありがとうございます。